はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。元気ですか？勉強してますか？風邪はひいてないですか？頭は痛くないですか？首筋のあたりが辛くないですか？できたら、みんなの家を回って、マッサージをして回ってあげたい気分。今年の2018年、行政書士試験合格クラスのね、伊坂クラス、すごく仲良くて和気あいあいで何度も飲み会やって、本当にいい思い出ばっかりです。全員合格してほしいなっていうのが私の本当の気持ちです。いろいろ言っちゃった人たちもいますし、頑張って合格してくださいと言った人もいますし、いろいろですけど、皆さんに合格してほしいので、もうとにかく今までやったことを信じてね、で今年は難しいと、いうふうに言われてる年ですから、もしかしたら合格点数がですね180点よりも下がるかもしれないという、そういう感覚も持ってていいです。実際に一生懸命頑張った自分が、あれ分かんない問題いっぱいあると思ったらですね、俺が分かんないんだから、私が分かんないんだから他も分かんねえよと、だったら合格点下がるぞというふうにですね、ポジティブに考えて最後まで戦ってきてください。そしたら受かるよね。終わった後に皆さんとまた会えるのを楽しみにしてますんで、あとちょっとですから頑張りましょうね。私も実はこれ撮ってる今日ですね、開講がありました。また新しい受験生の皆さんと頑張っていく予定ですので、皆さんもあと1週間バリバリ頑張っちゃってください。皆さんとお会いできるの楽しみにしてます。はい、よろしいでしょうか。じゃあ頑張ってね。バイバイ。